首都圏反乱区域堤防強化対策とは日本国政府主導で行われている大規模な治水整備事業。首都圏、特に埼玉県と東京都への水害を予防するために始められた事業である。移転家屋は1226戸に上る。首都圏反乱区域堤防強化対策事業とも表記する場合がある。現在の水害予測と重なるカスリーン台風時の 浸水域。実際に決壊根付近の加速市周辺は、事業実施前の2001年にも、漏水被害が起こっている。江戸時代の利根川当選を経ても、旧武蔵国東部は1947年のカスリーン台風による堤防決壊などで被害を出し、政府主導でダム建設を推進する利根川上流ダム群事業などが行われたが、 大きな台風の度に浸水被害を繰り返すなど、現在に至るまで水害との戦いを続けている地域となっている。2013年の平成25年台風第26号では、埼玉県東部の5600個以上が浸水被害を受けている。カスリン台風では、堤防決壊により流下した洪水により、東京都足立区東半分、葛飾区全域、 江戸川区のほぼ全域でも浸水被害が発生し、同様の被害が今後東京都でも起こる可能性が指摘されていた。34兆円の被害が出ると想定されており、内閣府中央防災会議が発表した資料によれば、カスリン台風と同規模の洪水が発生した場合、死者最大3800人、被災者数160万人に上ると推測している。 現在の堤防はカスリーン台風の復旧のために作られたものが多く60年以上が経過し土質の混在があった。実際に2001年には堤防の水浸透による漏出も見られ、決壊の可能性も現実味を帯びていたことから2004年度より国土交通省のプロジェクトとして埼玉県深谷市埼玉県吉川市までの約7 0トルに及ぶ 利根川と江戸川の埼玉県側の堤防拡幅による堤防強化対策を開始した。裏のり面を堤防高の7倍に広げる。70km の堤防強化工事は前例がなく、完成すると決壊の可能性が下がり、大きな防災効果を上げるとされている。利根川上流河川事務所と江戸川河川事務所による工事に分かれる。 愛機区間は当初は2018年度の完成を見込んでいたが、現在も建設工事が続いている。通機区間は2016年度に着工した。移転家屋は1200戸以上に上り、首都圏の治水事業では荒川放水路建設に匹敵する。浸水被害が予想されている中川流域でも中川、綾瀬川直轄河川改修事業が進行しており、 堤防の移設かさ上げや八潮市内の無堤防区間の解消などが行われている。被害軽減効果は約5兆円、事業費は約5千億円。なお、東京都の江戸川周辺の葛飾区、江戸川区、千葉県の江戸川下流周辺の市川市では、高規格堤防事業が行われている。千葉県側の堤防は傘上げされないが、利根川沿いには田中調節地。 稲と井調節地など大規模な調節地が整備されている。また、埼玉県と東京都を流れる荒川でも、荒川第1調節地、荒川第2、第3調節地、堤防の幅を拡幅する埼玉地区定、高規格堤防事業等の水害対策事業が行われている。事業実施中の2019年10月、令和元年東日本台風により、 栗橋観測所の利根川の水位が、氾濫危険水位を超過し、関東地方整備局は10月13日未明、午前3時以降に、利根川の堤防が決壊する恐れがあると発表した。久喜市、加須市には避難指示が出され緊迫した。栗橋観測所では、カスリーン台風による過去最高水位、YP9.17 メートルを超え、堤防が耐えられる水位の高さの上限である。 計画構成9.90メートルに迫る水位 YP9.61 メートルを観測した。最終的にことなきを得たが、堤防が強化整備されていなければ、小清水、漏水し、最悪の場合決壊していた可能性が非常に高い状況であった。関係市町村は埼玉県深谷市、熊谷市、行田市、羽生市、加須市、久喜市、佐幌市、杉戸町。 春日部市、松伏町、吉川市、茨城県五課町。栗橋地区では、市街地側に堤防が建設されるため、270戸の住宅の除去、買収や道路の付け替えが伴った。計画が発表された2005年、栗橋町では、埼玉県に支援を要請するなど混乱を見せた。日光街道沿いの栗橋塾のあった場所だったため、旧宿場の半分が、 堤防に姿を消すこととなった。堤防整備の前に発掘調査が行われている。また、栗橋や坂神社、城薫寺も建設エリアに所在していたため、移転することとなった。野田橋上流付近から江戸川橋付近までと、去ってし春日部市の一部分が対象となっている。ありがとうございます。